筋肉ポケモントレーナーのりっくりです。カオジアン、オガポン、羽ばたく神、サンダー、ガチグマ、クレセリアになります。はい、ということでやっていきましょう。ん？リックスター、なんかりっくりと似てるな。りっくりよりなんか強そう、名前がスターですからね。マジかよ。まあなんかデンジムシっていうこう渋いポケモン渋いのいるね。あ、ジャラランゴもいるわ。そうか、渋いですね。いるな。これでいきましょう。はい、リックスター、チャラいな。チャラすぎる。笑ったわ。どんだけチャラいん、リックスター。やっぱ違うね。リックリとは違うわ、これ。はい。あー、やべやべ。素早さが上がってる。俺と一緒だ。はい。両方とも素早さがありましたと。ちょっとデンジムシが、お恥ずかしながらな。わかんねえんだよな。守ろう。で、自信だな。ちょっと様子を見るっていうのを含めてやっていきますわ。甘えるしてきた。どういうタイプなんだろう。上がりまへんな。それでもなおこんだけ食らうっていうね。で、羽ばたく神が電磁波を電磁波されてましたね。サンダー変えよう。サンダーに変えて、でびっくり仰天、甘えるされてもこんだけ削れるっていうのは非常に強いので、もう一発打ってみようかな。ちょっともう一発打ってみますわ。はい。一応、根性も発動してるんで。はい。電磁波がこれで通らないと。あ、シャドウが打たれた。うん。よし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 。これで落ちる。はい、オッケー。リックスター勝ちてぇなー。チャラすぎだろう。虫の抵抗。速攻を下げる。あ、なんか攻撃しながらこう、あれね、下げていく方なのか？ちょっと合ってんのかな、相手使い方。まぁ、あ、ちょっとわかんないけど、まぁ、あ、いいや。とりあえずね。はい。オルガポン。オーガポン。オーガポンは、多分、ガチグマに打ってくるんですよ。だから、スターコンボを振り回してくると思うんで、バレるかな？なんかバレるっぽいけど、いや、まあバレるっぽいが、ちょっと、まあまあって感じで。まあ、バレてもいいや。とりあえずオーガポンに変えます。甘えるで下がってるしね。はい、これでスターコンボ打ってくれば貯水で回復すると。あ、そもそもニードルガードね。あ、まあそれでもいいよ。はい、よし、追加で決まって、これで同じオアポンでも俺の方が早いと。あー、いいじゃないっすか。オッケーオッケー。しかも、多分あんまり得意じゃないな。今回勝てると思うよ、これ。もうこれで防腐確定で入るもんね。それで、これはもらうで、さすがに。で、ニードルガードされてるんで、ウッドホーン。まあ多分防腐で落ちる気がするけどな。いや、レンジ虫やろう。はい。あ、オガポ引っ込められた。はい。コモンね。あ、ジャラランドか。あ、まあまあいいんじゃない？
よし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 、オッケー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 、リックスさんに勝てる、これさすがに勝てるでしょ。え、硬っ、やべ、オガポンちゃんマヒった、マジか、そっちってやだな。とりあえず防風、まあニードルガードされてもいいから、こっち攻撃しないとちょっと話にならないと。いやちょっと待てよ、これ多分テラスタル切るな、きっとテラスタル読みで10万ボルト打ちますわ、ね、で、あースターコンボ、はい、これでいきましょう。あれ、やってこなかった、なんだよ、まあいいや、足速っ、はい、オッケー、静電気入んないかな、入んなかった、よし、ヘッドホン、はい、さあリックスターついにテラスタルを切ってきました。面影宿し、はい、分かった、お、耐えた、強っ、よしよし、オッケー、あー危ねえ、さすがに勝つよなって思ったけど意外とギリギリだったな。はい、リックスターに勝ちました。チャラいな、ちょっとね、名前が超似てて、しかもチャラそうだったんで、絶対負けたくないなって思ったんですけど、無事に勝ってよかったです。今回は最初の立ち回りが良かったかなって、同じ羽ばたく鏡対面で守りつつ、ガチグマで全体攻撃で様子を見たっていうのが、結構重要だったかな。はい、見つかりました。バイパーさん、はい、よろしくお願いします。一面でいきます。褐色ね、褐色系男子、おお、これは一体どういうことだ、足の速いアバタカミとお茶がいますと、しかもお茶を初手から使ってくるとちょっと難しいやつだな、どうしよう、ねダメだ、全然どういう風に戦ってくるかわからん。とりあえず効果力にしたいから守ろ。で、あー、いやいやいや、普通に打っていくわ。そんなこと言ってる場合じゃないかな。で、サンダーは、ちょっと、ソちゃんあんまいいイメージないか、もうね、もうとにかく倒す。ジェムってきた。嘘でしょ、ああ、さすがに耐えたよな。ああ、いけ、ああ、やっちゃったよ、寝た、ああ、力を吸い取ってくるタイプね。力を吸い取ってくるタイプでした。それでもこれだけ食らうっていうのは、信じられないね。そうっすか。ちょっとパワージェムヒヤッとしたけど、まあいいや。で、力を吸い取る一見強いけど、別に自分が回復するだけだから、まあ放置でいいですよ。可愛いもんです。で、次の地震で多分倒れるな、やつは。
パワージェム突っ張ってくるか守るかわかんないけど、とりあえず俺は見切りして一回様子を見ますわ。はい、来るかな。あ、よし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 、向こうも割と脳筋だったね。オッケーオッケー。あー、これで倒せんじゃん。いいよ、さすがに2段階下がっても羽ばたく神を倒せるぐらいにはなってるでしょ。はい、よし、こいつが先倒せたら結構良かったな。ということで、なんかトリックルームとかタッ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 って感じだな。どうしよう。オーロンゲ？なんか海外の人と戦いすぎて英語表記のポケモンだいぶ覚えてきた気がするよ。なんだオーロンゲか。どういうあれなのかわかんないな。とりあえずガチグマのもう攻撃がもうズタボロなんで、さすがに変えなきゃな。羽ばたく神変えます。で多分向こうはどうせ陸壁張るかしか、そういうことしかできないから、うん、追い風は使わない方がいいかな、とりあえず、うん、とりあえず次こそ暴風をソチャに当ててください、あなたは。はい、ということでガチグマを戻します。どうせ力吸い取ってくるだけだから、はいはい。何しても壁でしょ。あ、光の壁打ってきやがった。サンダーのあれね。はい、まあいいや。当ててくれたけどな。どう？よし！やっぱサンダーはね、耐久に振るんじゃなくて、やっぱアタッカーですよ、本質は。あくまで追い風とかはプラスアルファであって、やっぱりこいつの特攻とか素早さを活かした方がいい。はい、オガポンちゃん来た、向こうの。ほいで、まあ何が飛んでくるかわからんが、俺はここで考えるわけですよ。俺もオガポンがいるんで、足上げるんじゃなくて向こうの足下げます。ということで、まあちょっともったいないけど、凍える風決めたいね。んで、で、そうすると、若干、サンダーの方が速くなりますと。そう。羽ばたく神の凍り風が決まれば、ちょっと速くなるんで、これで、オガポンちゃんで攻撃すると。はい。お！使ってきたか。はい。向こうが、テラスタルを決めてきた。いいね。でね、怖いのが凍える風の命中率がね、ちょっとだけ100じゃないっていう。あ、捨てゼリフしてきた。さすがにでも、うん、オッケーオッケー。これで、ちょっとだけ下がる。素早さが。ね。で、このちょっとだけが1段階重要で、これで3段が先に動けますと。はい、全然食らわないけど。まあ、混乱引いたのは、ほんとサンダー偉すぎだわ。はい。大活躍。これで自分攻撃してくれたらなぁ。あ、さすがにな。死ぬよく耐えた。偉い。はい、ということで、まあ、残りの力を振り絞って、どうやって戦うか。まあ、一段階弦がね、本当にじわじわとね、ここら辺に響いて、ここに、オーガポンちゃんに響いてくるんで、まあ、あとは、こいつを一応倒しとつつ、もう追い風決めてもいいんだけどな、ここで。で、決める意味がないね。よし、サンダー、じゃあ、オーガポンに攻撃だ。
もう打点がなくなる。はい。うわぁ、耐えるか、さすがにちょっとだけ。よくやってくれたわ、マジで。よし。うわ、攻撃が上がりすぎて、自害してしまいました。オガポン、可愛いけど、かわいそうだ。さあ、ということで、さすがに、勝ったでしょ。で、どうやって逆に負けるんやと。うちのネット環境が悪くなんない限り、うちのネット環境が悪くて切断しない限り私の勝ちです、これは。はい、降参者選ばれましたと。よっしゃー。とにかく、羽ばたく神って足が速いんですよね。で、足が速いということは、とりあえず誰よりも先に動ける可能性が高いと。ってなった時に、一段階弦の、小声風を打つことによって、まあ、本来だったら、それこそこっちのサンダーだったり、オーガフォンみたいな、いわゆるものすごい超高速アタッカーに対して絶対高校になってしまうけど、この小声風を打つことによって逆転ができると。さすがにそこで抜かせて、上から叩けるっていうのが非常に強い。はい、ということで、やっと、お待たせしました。マスターボール級に上がっていきました。はい。1680位からのスタート。ですね。なんだろう。あー。毒ね。なぜね。あー。割れだけしてきた。厄介でございますね。どうしないね。はい、よし、よく耐えたけど、でも次は死ぬ。おい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 、めちゃくちゃ強いじゃんよ。なんかラッキーでした。あっ、まずい。あー、そっちか。そう、じゃあ挑発であれしときゃよかったかな。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。